大上塚紗は、日本の政治家、元衆議院議員、兵庫県上郡町出身。九百三十二年兵庫県上郡の学校卒業。九百三十五年関西、大学経済学部卒業。九百四十二年、立命館大学法経学部経済学科卒業。九百三十七年に大蔵省管理となった後、九百四十一年。 産経新聞社入社。内外財務研究所理事長などを経て、1947年の第23回衆議院議員総選挙にて、民主党公認で、兵庫県第4区より出馬し初当選。以後、民主自由党、自由党、自由民主党と編成し、通算当選5回。その間、1958年の第28回衆議院議員総選挙では、 当選したもの,の公職選挙法違反を問われた。1960年の第29回衆議院議員総選挙では再選し、1961年の第2次池田内閣第1次改造内閣で自治政務次官を務めた。1963年の第30回衆議院議員総選挙では落選した、上、再び公職選挙法違反を問われた。 1967年に行われた第31回衆議院議員総選挙にも出馬したものの自民党の公認が得られなかったこともあり落選。その後は政界から引退して大阪市を拠点に経営コンサルタント業を行った。議員時代は高知会所属。当選同期に田中角栄、鈴木善光、中曽根康弘、増田光志七、中山正、 松野雷蔵、倉石忠田を、石田博秀、原田健、園田正、桜内義夫、根本龍太郎、佐々木秀代,代、中村虎太など。孫に、元衆議院議員、元国土交通大臣政務官、市村光一郎の元秘書で、元兵庫県議会議員の池畑光太郎がいる。行かずためたか論語より駅名、阿を、阿 2, 年月日。 日曜日、朝日新聞張間衆議院をごき務め、61年に自治政務次官になった、大上司イコール個人、32年卒イコールの初当選は、戦後2回目の総選挙。当時32歳の若さで正解入りを果たした。敗戦後の混乱期、世間は生きるのに懸命で暮らしに追われる中、地盤も金も看板もない無名の青年の立子に、 周囲の人たちは驚いたという。高度成長期を前に、政界から姿を消したが、神氷が生んだ政治家を称え一昨年、追悼集が刊行された。大城市追悼集発行会代表だった、同級生の元兵庫食糧事務所追悼課長、三浦義夫イコール、神氷群畜ンイコールは、その中で、大神の総選挙立候補宣言をこう書いた。 神戸より帰る車中で彼と再会し、私は非常に驚いた。その時彼が、少子の張ってある10円札束20万円を持って、帰るのを見せられ驚きと本気であることも確認した。旧、国鉄の阿を旋回通じ、駅名が赤だったのが、住民の陳情で、万州赤になり、地図線から一旦削られた作用紙氷感が、復活したのも、大神の尽力と明かす。 同級生の一人、高砂市教育長を12年間務めた、加山茂美イコール、上郷里町大もイコールは、大神の印象を、小柄でひょうきんな一面もあった。偉そばるところがなかった。選挙の時だけでなくいつも気さくな庶民派だったと、懐かしむ。同志大上司君は、衆議院議員、川本敏夫氏大神君が亡くなられて3年とのこと、思えば、 大上くんは、私より一気早く衆議院議員に当選され、この西八区でも、生誕の上郡町を中心に、独特の衆評力を持って活躍され、その当時は、清瀬、堀川、木下諸先輩にごして、よく活躍されていました。また、上郡町の方も、郷土意識に燃えて、よく支持されていました。私は、その当時、同じく恩師。 神郡町の原総兵衛先生から強い要請指示もあり、改心党から24年1月に立候補したのですが、初めての選挙でもあり、また、あよいが私の出身地でもあった関係で苦労しましたが、幸いにも、伊ボ軍、辰野氏が強力に支持してくださった関係もあり、初当選させていただきましたが、実に政治的思い出の多い大神くんでしたね。 何事も過去に流れればすべて懐かしいと申しますか本当に大神君にはいろいろな思い出がございます。しかしもう語り合うこともできずいい。あの当時の大義士としては私一人になってしまいました。こんなお生存されていられるならば語るべきことがお互いに多くあるのにと思っているのが現在の心境です。心からご冥福をお祈りいたします。 有志比の大上司と、池田隼人内閣総理大臣、自由民主党大会。ありがとうございます。